カタリーナ・フォン・ザクセン・ラウエンブルクは、スウェーデン王・グスタフ・一世の最初の王妃。スウェーデン5名、カタリーナ・アブ・ザクセン・ラウエンブリ。ザクセン・ラウエンブルク公、マグノス・一世の娘として、ラッチェブルクで生まれた。グスタフ・一世がカタリーナと結婚したのは、政治的理由からであった。彼は、国内で宗教改革を推進しており、反対勢力から王座を守り抜くには、 ドイツのプロテスタント君主と緊密な関係を保つ必要があった。カタリーナとの結婚でグスタフ・一世はデンマークとの関係が密になった。カタリーナの実子ドロテアがデンマーク王大使クリスチャンと婚約していたのである。グスタフ・一世との結婚は最初から波乱含みであった。その状態は1533年にカタリーナが王子エリクを生んで以降も続いたのである。 カタリーナは一人で宮廷に放っておかれ、不幸でスウェーデン語を習得することもなかった。大官を控えた義兄クリスチャン三世がスウェーデンを訪問していた間、グスタフ一世がクリスチャン三世を殺そうと計画しているとカタリーナは告発した。クリスチャン三世が帰国して間もなく、1535年9月23日にカタリーナは急死し、ウプサラ大聖堂に埋葬された。 カタリーナの死後、グスタフ一世の性敵から王妃の死因に関する噂が流れた。グスタフ一世がカタリーナを大きなハンマーで殴り殺したというものだった。グスタフ一世が妻の急死にいかに関わったかは未だ不明であるが、カタリーナの実家であるザクセン・ラウェンブルク家からは何の公式な告発もなかった。ありがとうございます。